の広報八街、平成31年1月15日号、ナンバー821。声の広報八街、平成31年1月15日号、ナンバー821。発行、八街市、編集、総務部秘書広報課、発行日、毎月1日15日、郵便番号 289-1192、千葉県八街市八街保35番地29、電話 043-443-1111、ファックス 043-444-0815、ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/。 新成人の皆さん、おめでとうございます。いよいよ大人の仲間入り、失敗を恐れず、何事にもチャレンジしましょう。提供、八街市役所。制作、八街市社会福祉協議会。協力、八街市朗読グループ、やまびこ。皆さん、こんにちは。今年のお正月は、本当に良いお天気に恵まれ、暖かでしたね。しかし空気も大変乾燥しています。お互い火の元には十分気をつけましょう。それでは主な内容から。八街市シェイクアウト訓練。みんなの広場。八街市消費生活センター。街の話題。地震に備えて。八街市シェイクアウト訓練を実施します。地震が発生したときに、あなたはどこにいて何をしているかわかりません。自宅、職場、学校、または旅行中かもしれません。そのとき、どのように行動できるかによって、私たちの人生を大きく左右します。市では、八街市総合防災訓練と合わせ、市内全域を対象にシェイクアウト訓練を実施します。どなたでも簡単にできますので、気軽にご参加ください。訓練に参加する方は、積極的な参加表明として、各家庭、学校、職場などで事前の参加登録をお願いします。登録方法は、市ホームページ掲載の事前参加登録用紙をご利用になるか、防災課までご連絡ください。訓練日時、2月24日日曜、午前11時から1分間、対象地域、市内全域。訓練方法、訓練開始時間に防災行政無線から訓練放送を流します。この放送を合図に、3つの安全行動、姿勢を低く、頭を守り、動かないをそれぞれの場所で1分間行ってください。登録受付期間、期限、2月24日日曜の訓練開始前まで、訓練実施後に参加者数を市ホームページなどで公表します。シェイクアウトとは、シェイクアウトは地震の際の安全行動1、2、3。まず低く、頭を守り、動かないを身につける機会です。いざという時に素早く反応するためには、練習を積んでおくことが大切です。さらに、シェイクアウトはあなた自身、あなたの地域、学校、職場などの組織が非常時対策の見直し、防災グッズを確認、
怪我を防ぐための身の回りの安全対策を取るように促すことも目的としています。問い合わせ、防災課、電話 443-1119。身を守る3つの安全行動。まず低く、ドロップ。頭を守り、カバー。動かない、ホールドオン。それぞれの姿勢のイラストが掲載されております。八街市シェイクアウト公式認定ステッカーが掲載されております。提供、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。ホームページ、http://www.shakeout.jp/。平成31年度私立保育園臨時職員を募集。市では平成31年度の私立保育園に勤務する臨時職員を募集します。臨時職員を希望する方は履歴書、写真調布と資格証、保育士、短時間保育士の場合を持参の上、子育て支援課へ申し込みください。採用する際は、希望した勤務先や勤務内容などを考慮し、面接の上で決定します。4月1日月曜からの雇用を希望される方は、2月15日金曜までに申し込みください。保育士、資格、保育士資格または、幼稚園教諭免許もしくはその両方。勤務時間月曜から土曜日、週5日、午前8時30分から午後5時、または午前9時30分から午後6時、週1回から2回の早番遅番があり、雇用期間9月30日月曜まで、賃金、時給1200円。短時間保育士、資格、保育士資格、勤務時間、月曜から土曜日、午前7時から10時、または午後4時から7時、週20時間未満勤務。雇用期間、平成32年3月31日火曜まで、賃金、時給1140円。調理員、資格、資格不要。勤務時間、月曜から金曜日。午前8時30分から午後5時。雇用期間、9月30日月曜まで。賃金、時給940円。時間外保育嘱託員。資格、資格不要。勤務時間、月曜から土曜日。午前7時から9時30分。午後3時30分から7時。週20時間未満勤務。雇用期間、平成32年3月31日火曜まで。賃金、時給940円。各職種の雇用期間を更新する場合があります。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。 八街市落花生の普及促進に関する条例の制定について意見を募集。八街産の落花生を普及促進することにより、地域経済の振興及び地域社会の活性化を図るための条例の制定を予定しています。皆さんのご意見をお寄せください。パブリックコメント。募集期間1月15日火曜から2月14日木曜まで。
閲覧場所など、議会事務局、月曜から金曜日、祝日を除く、市役所ロビー、土曜、日曜日、祝日、図書館、開館日、市ホームページ、意見提出ができる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所、法人、その他の団体がある方、意見の提出方法、氏名、団体名、所属している場合のみ、住所、電話番号を記入し、議会事務局へ持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで、市が指定する書面で提出してください。提出先、郵便番号 289-1192、八街市、八街戸35番地29、ファックス、443-1512、 E メール gikai@yachimata.lg.jp 問い合わせ議会事務局電話 443-1482 学校用務員臨時職員を募集教育委員会では4月1日付の学校用務員臨時職員を1人募集します資格は問いません勤務場所市内小学校または中学校。勤務時間、月曜から金曜日、午前8時から午後4時30分。休憩45分間。賃金、時給900円。交通費、1日あたり100円。片道2キロ。メートル以上に限る。募集期限2月15日金曜。詳しくは教育総務課へお問い合わせください。問い合わせ教育総務課電話 443-1442 善意ありがとうございます。野球場建設のため指定寄付小沢会ご一同様より42,000円えのきど駅の利便性や環境整備などのための指定寄付虹の会様より30万円八街市地域防災計画の修正案の意見を募集。東日本大震災の教訓などを踏まえて、平成25年6月に八街市地域防災計画を修正しましたが、その後も日本各地で大規模な災害が頻発し、国、県では防災力の強化を図ってきました。本市の防災体制や災害対策をより実効性の高いものとするため、八街市地域防災計画の見直しを行い、修正案を作成しました。八街市地域防災計画の修正案に対して、市民の皆さんから広くご意見をお伺いするため、パブリックコメント手続きを実施します。パブリックコメント募集期間
1月15日火曜から2月14日木曜まで、閲覧場所など、防災課、月曜から金曜日、祝日を除く、市役所ロビー、土曜日曜祝日、図書館、スポーツプラザ、開館日、市ホームページ、意見提出ができる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事務所、事業所、法人、その他の団体がある方、本案件に利害関係のある方、意見の提出方法、氏名、団体名、所属している場合のみ、住所、電話番号を記入し、防災課へ持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで、市が指定する書面で提出してください。提出先、郵便番号289-1192、八街市八街、保35番地29、ファックス444-0815、 E メール bosai@yachimata.lg.jp、 問い合わせ、防災課、電話443-1119。障害者控除対象者認定証交付、各種障害者手帳の有無にかかわらず、65歳以上で要支援、要介護認定を受けており、次の要件を満たした方は、障害者控除対象者認定書の交付を受けることで、確定申告や市・県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。交付申請の要件、要支援、要介護認定を受けている方、当該年の12月31日に認定の有効期間がある方、対象者が亡くなっている場合、死亡日に認定の有効期間があること、ただし要件を満たしていても、その状態区分により認定書の交付ができない場合がありますので、事前に高齢者福祉課へ問い合わせの上申請してください。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 443-1491。 味噌作り体験をしてみませんか？アグリライフ八街では手作り味噌講習会を開催いたします。この機会にぜひ味噌作りに挑戦してみませんか？日時、2月7日木曜、午前9時から正午。受付、午前8時45分から。会場、持ち草公民館。対象、参加したことのない方。定員、10人、申し込み順。費用1,000円。申し込み期限1月31日木曜。持ち物、エプロン、三角巾。申し込み、農政課、電話 443-1402。
図書館からのお知らせ。電話で図書などの貸し出し期間を延長できます。貸し出し期間を一度だけ2週間延長できます。電話の受付時間は午前9時から午後5時です。延長したい図書などに次の予約が入っていないこと、貸し出し期間を過ぎていないことが条件です。ご存知ですか？点字図書コーナー。点字図書コーナーでは、時事の話題や注目されている出来事にスポットを当て、これに関連する図書館資料をご紹介しています。点字内容は、1、2ヶ月で変わりますので、お知らせコーナーや図書館ホームページでご確認ください。問い合わせ、図書館、電話 444-4946。 電話で詐欺は電話で対策。電話で詐欺に遭わない一番の方法は、犯人と直接話をしないことです。犯人と話してしまうと、電話で詐欺のことを知っていても、犯人の言葉に惑わされ、騙されてしまいます。警視庁の統計では、被害者の約9割は、私は騙されないと思っていたのに、騙されています。自宅の電話機に、一工夫して詐欺を撃退。留守番電話、常に留守番電話設定にしておくことで、不審な電話に出なくて済み、詐欺被害を予防できます。ナンバーディスプレイ、相手の電話番号が表示されるので、電話に出る前に相手を確認できます。問い合わせ、さくら警察署、八街幹部交番、電話 443-1110。 在宅時でも留守番電話に設定しておけば、犯人と話さずに済みますと電話のイラストが描かれています。みんなの広場、伝言板、催し、講座、弓道体験教室。日時、2月7日木曜、14日木曜、21日木曜、28日木曜、3月7日木曜、14日木曜、21日木曜、28日木曜、午前10時から正午。会場、スポーツプラザ。対象、未経験者の方。費用、1回200円。体験したい方は当日までに中村までご連絡ください。問い合わせ、八街市体育協会、弓道専門部、中村進。電話 090-5400-2632。 会員募集、これから会健康体操。日時、毎月第2、第4金曜日。午後1時15分から2時30分。会場、南部老人憩いの家。内容、ストレッチ体操、脳トレなど。費用、無料。問い合わせ、西園高安。電話、090-6920-8487。八街和楽太鼓。日時、毎月2回。日曜日、午前9時から午後3時。会場、中央公民館。対象、小学生以上。女性の方、大歓迎です。費用、入会金1000円。月1000円。問い合わせ、渡辺哲夫。電話、443-5537。お知らせ、シルバー人材センターをご利用ください。
高齢者にふさわしい仕事をお受けしています。また60歳以上の健康で働く意欲があり、特に植木の手入れ、農作業、機械刈り除草、大工、ふすま、障子などの張り替えができる方を募集します。入会説明会、日時毎月第1、第3月曜日午後1時30分から、祝日の場合は火曜日です。刃物研ぎ、日時毎月第1、第3水曜日午後1時から3時祝日の場合は中止です。会場、八街市シルバー人材センター。パソコン教室も開催中です。パソコンの設定なども行います。問い合わせ、公益社団法人八街シルバー人材センター、電話 442-3531。 大学通信教育合同入学説明会を開催。大学通信教育に対する社会の認識と理解を啓発し、入学を希望する方に希望大学の教育内容の説明と学習相談を行います。東京会場分、日時1月27日日曜、2月24日日曜、午前11時から午後4時、会場、新宿エルタワー30階、サンスカイルーム、東京都新宿区。神奈川会場分、日時2月9日土曜、午前11時から午後4時、会場、横浜新都市ビル9階、横浜新都市ホール、神奈川県横浜市西区。対象、一般高校生。費用無料、申し込み不要。問い合わせ、公益財団法人私立大学通信教育協会、電話 03-3818-3870。 中退教で安心手軽な退職金設計。中退教は中小企業のための国の退職金制度です。掛け金の助成や税法上の優遇が受けられ、また社外積み立てなので管理も簡単です。退職金はぜひ中退教にお任せください。問い合わせ、中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234。 ちびっこ探検学校、与論島参加者募集。沖縄に近い南の島与論島のサンゴ礁の海と美しい自然の中で、仲間と民宿での共同生活や海水浴、いかだ作り、サトウキビ狩り、洞窟探検、野宿体験などの活動を通して友達作りの楽しさ、助け合いやチャレンジする心を養います。日時3月27日水曜から4月2日火曜、6泊7日会場、鹿児島県大島郡与論町。対象、日本人、在日外国人小学生、小学2年から6年、定員300人。締め切り3月5日火曜。詳しくは公益財団法人国際青少年研修協会のホームページをご覧ください。ホームページ http://www.kskk.or.jp。 問い合わせ、公益財団法人国際青少年研修協会、電話 03-6417-9721。 農業用ビニールポリの回収を行います。八街市廃プラスチック対策協議会では、資源循環型農業を実現するため、農業用ビニールポリマルチの回収を行います。日時2月5日火曜から20日水曜のうち6日間、午前7時30分から9時、雨天決行、悪天候中止。会場、 JA 千葉未来八街支店裏。
雨天時の回収場所は八街市廃プラスチック対策協議会に問い合わせをしてください。回収料自己負担金分1kg あたり15円。表の通り梱包し回収場所へ搬入してください。品目規格を守りそれぞれ区分して結束してください。フッ素系フィルム、硬質フィルム、育苗箱、糸入り塩化ビニール、塩ビ管などは回収できません。ゴム片、石、金属、竹、木片、作物残渣などは絶対に混入しないでください。使用済みのビニール、ポリは劣化が進みますので保管せずに毎年処分してください。問い合わせ、八街市廃プラスチック対策協議会、 JA 千葉未来八街経済センター内、電話440-1811。農業用ビニールポリの回収日、回収地区、日にち2月5日火曜、回収地区1区2区3区4区5区7区朝日、2月7日木曜、富山大東肘貝えのき戸米原、2月12日火曜住野、2月18日月曜6区夕日が丘吉倉東吉田、2月19日火曜西林大やる小やる猫屋岡田持草瀬田、2月20日水曜伊佐子上伊佐子滝台沖山田台下区。分類対象品目、ハイビニール A、 平成23年3月に転調されていた塩化ビニールフィルム。ハイビニール B、 ハイビニール A 以外の塩化ビニールフィルム。ハイポリ、ポリエチレン、サクビ、PO、ポリオレフリンなどのフィルム。洗浄、ハイビニール A、 水洗いを基本とし、できるだけ転調した状態で全体を洗う。裾部分は切り離して水を使って洗う。ハイビニール B、 できる限り土などの付着物を除去する。裾部分は切り離して水を使って洗う。ハイポリ、土などの付着物を十分払い落とす。規格、重さ 15kg 程度まで。ハイビニール A、 ハイビニール B、 つづら折りにする。横80センチ、高さ20センチ、幅40センチ以内。中心から50センチ左右に2箇所に紐で縛る。ハイポリ、つづら折り、横80センチ、高さ20センチ、幅40センチ以内。中心から50センチ左右に分けて2箇所で縛る。または杭を利用してぐるぐる巻き、直径80センチ、中心から50センチ左右2箇所に縛る。結束、ハイビニール A、 ハイビニール B、 排出するフィルムと同種類のものを紐にする。ハイポリ、排出するフィルム同種類のものを紐にするか、マイカ線などを利用する。その他、農家登録番号とハイビニール A、B か丸 A、丸 B を記入する。ハイポリ、記入不要。安全安心な市民生活を応援、八街市消費生活センターナンバー67。迷った時は一人で悩まず、お気軽にご相談を。テレビショッピングで注文したら定期購入だった。相談事例、テレビショッピングで健康食品を購入した商品が届いた。その後何も頼んでいないのに1ヶ月後に同じ商品が届いた。よく確認すると定期お届けコース
になっていた。これ以上はいらないので返品し、定期購入を解約したい。相談員のアドバイス。テレビショッピングは情報の表示時間が限られているため、商品の印象やお得感ばかりに気を取られてしまいますが、契約内容や解約条件を見逃さないようにしましょう。なお、定期購入である場合は、その旨や定期購入の期間など重要な事項が表示されているので注意しましょう。電話注文する際にオペレーターが定期購入などの契約条件を説明する場合があります。よく話を聞いて注文内容を確認しましょう。説明がわからない場合や契約内容について説明がない場合は、自分から確認し納得してから注文しましょう。テレビショッピングなどの通信販売ではクーリングオフの制度はありません。ただし契約条件によっては返品できる可能性がありますので、困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。保険金の手続きをサポートすると勧誘する住宅修理に注意。相談事例。来訪した事業者に家屋に壊れたところはないか、損害保険で負担なく修理ができると言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根が歪んだことを話すと、調査員を手配するというので申し込み書にサインした。申し込み書をよく見たら、保険金額が見積もり金額より安くて工事が困難な場合は 30% の手数料を払うと記載されていた。手数料の話は聞いていないし不審なので申し込みをやめたい。相談員のアドバイス。自然災害による住宅修理について保険金が使えると勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、またそもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、保険会社や代理店に相談しましょう。住宅修理とは別に保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の保障対象とはなりません。自己負担はないと住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。相談員のアドバイスは、相談事例のほかに類似した相談のアドバイスも掲載しています。問い合わせ商工観光課電話 443-1405、 町の話題 JR 八幡駅北口森の泉公園でライトアップツリーを実施しました。平成30年12月1日土曜、 JR 八幡駅北口森の泉公園で第8回明日への10日夢希望のライトアップツリーの点灯式が、千葉黎明高等学校吹奏楽部の記念演奏とともに行われ、多くの来場者が訪れました。時代を担う青少年と地域の皆さんが作成したライトアップツリーは12月26日水曜まで展示され、帰宅前の人々を楽しませていました。ライトアップツリーの写真が掲載されています。防犯教室を開催しました。平成30年12月12日水曜、総合保健福祉センターにおいて防犯教室を開催しました。たくさんの方にご参加いただき、県内で多発している詐欺などの被害に遭わないための講話、DVD 鑑賞を行いました。教室の講話の様子が写真で掲載されております。第16回全国空手道選手権大会で山本慎也さんが銅メダルを獲得。平成30年12月1日土曜、
東京都台場リバーサイドスポーツセンターで第16回全国空手道選手権大会が開催され、中学生1年男子の部で八街中央中学校1年の山本慎也さんが第3位となり銅メダルを獲得しました。空手道選手権大会の山本慎也さんの様子の写真が掲載されております。第41回少年野球教室を開催しました。12月8日土曜、千葉黎明高等学校グラウンドで大久保監督率いる慶応義塾大学野球部の選手を招いて少年野球教室が行われました。スポーツ少年団、中学校の野球部、児童少年硬式野球クラブの選手など104人が参加し、ピッチングなどの指導を受けました。また千葉黎明学園の西村理事長による講演会、部活動としての野球が開かれ、教室に参加した指導者や保護者が熱心に聞き入りました。少年野球教室の様子の写真が掲載されています。声の広報八街、平成31年1月15日号、ナンバー821を終わります。朗読は朗読グループ山彦がお届けしました。どうぞお体を大切にご活躍ください。